皆様こんにちは。第1回ソリエキーズビートチャレンジ、本日はビープロックのご紹介です。その前に、石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。そして被災地域の皆様の安全の確保を心よりお祈りいたします。今回は6名の方にビートをシェアしていただきます。前回の動画では5名の方のご紹介をいたしましたので、まだ見ていない方はぜひご視聴よろしくお願いいたします。それではまず6人目の方のご紹介をいたします。佐賀県出身のグラスフィールドさんです。曲名は20231231750。それでは早速聞いてみましょう。 Let's go! で深海を泳ぐ魚のような気持ちになりました。ベースの音がしっかりしていていいですね。ドラムパターンがかっこよく、その上に揺れている音が重なり、素晴らしい曲の構成だと思います。そしてミキシングがうまくされており、とても広い領域での音が聞き取れました。グラスフィールドさん、ありがとうございました。続いて7人目の方のご紹介をいたします。佐賀県出身のゲームボーイズさんです。曲名はメトロ。それでは早速聞いてみましょう。 Let's go!なるほど。これはビデオゲームの音をサンプリングしているのでしょうか。ノコノコを踏んだ時のコーって
音がビートに合っていてユニークで最高です。さらに様々なエレメントが所々でなっており、宇宙遊泳しているような気分でした。そしてドラマのパターンがかっこいいですね。私もゲームの音をサンプリングしてビートを作ってみようと思います。ゲームボイスさん、ありがとうございました。それでは続いて8年目の方のご紹介をいたします。長野県出身の KT さんです。曲名はノース。それでは早速聞いてみましょう。 Let's goし音選びがご本人の性格を表しているのかなと思います。まるで深い雪の下から力強く咲く花のようなトランジションが素晴らしいなと思いました。ミニマルな音数の中でフィルターセクションを設けることで曲にさらなる味わいが出ています。 KT さん、ありがとうございました。続いて9人目の方のご紹介をいたします。鹿児島県出身の鈴呂さんです。曲名は20231230。それでは早速聞いてみましょう。 Let's goループに絡み合うドラムレアがすごく不意ですね。低域の出し方もいい感じで、全体のバランスが綺麗にまとまっています。そして何といってもこのキレキレなスクラッチがビートをより高い次元に持ち上げていると思います。鈴呂さん、ありがとうございました。続いて10人目の方のご紹介をいたします。東京都出身のザ・ファブルさんです。
曲名は Spirited Flower。 それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!低い低域を鳴らしながらトランジションで一気に空を飛ぶような感覚が最高ですね。まるでチルビートのお手本のようなとても心地の良いビートです。たくさんの音数を使用されているのにもかかわらず、それぞれの音がはっきり聞こえ、全体のバランスが完璧だと思います。ザ・ファブルさん、ありがとうございました。続いて11人目の方のご紹介をいたします。東京都出身のタクヤックスさんです。曲名は Summer。 それでは早速聴いてみましょう。 Let's goですね。これは映画のワンシーンを使っているのでしょうか。空間作りが素晴らしく、もっと長く聴いていたいビートです。展開の作り方がうまく、最後まで飽きさせない作りがすごいなと思いました。タクヤックスさん、ありがとうございました。皆様どうでしたか？ぜひ感想をコメント欄にいてお教えください。概要欄に今日ご紹介した方のリンク先を貼っておきますので、気になられた方はチェックされてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。